はいどうも、チャンネル川ランド川本文明です。今日はですね、こちら株式会社キタンクラブさんから発売されているミイラキャットをやってまいりました。それでは行きましょう、チャンネル川ランド。さあ、というわけで今日はですね、あの株式会社キタンクラブさんから発売されているミイラキャットをやってまいりました。ありがとうございます。もう好きなんですよ。しかもこのシリーズ知ってます？なんか可愛いというだけで作られてるそうです。ありがとうございます。なんか可愛いね、猫かけるコスチュームフィギュアシリーズだそうです。過去にはですね、キョンシーね、あと忍者と、まあそそりますよ。キョンシーなんか僕大好きなんでね。でね、猫でしょ、そりゃ欲しいでしょ。で今回ミイラですよ。ミイラキャットってちょっと絶対僕こう思ってます。ミーアキャットから来てると。ミーアキャット、ミイラ、これや、ミイラキャットや、絶対これでしょ。もう絶対そうだもんな。でもただね、これ画像見たらクオリティ高いんですよ。やっぱこういうね、なんだろう、バラエティなガチャはですね、クオリティ結構大事。やっぱね、本気で遊んでる。やはりキタンクラブさん、さすがでございます。いや、楽しみ。ミイラキャット見た瞬間だもん、もう。両替してましたから、速攻で。じゃら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 って。いや、楽しみだなぁ。これがすごいですよ。なんでね、皆さん、楽しみなラインナップ、こちら行きたいと思います。それでは行きましょう。ラインナップ。さあ、ラインナップ行きたいと思います。まずはこちら。金×ミケ出ました。金、金欲しいな。金は欲しいね。いいでしょ、造形めちゃくちゃ良くないですかこれ。金×ミケ猫、ミケ猫は必ず入ってきます。安定のミケ猫でございます。はい、さあ続きましてこちら、銀×ハチワレ、これは絶対欲しい。シルバーめちゃくちゃ良くないですか。なんか汚しの部分とかすげえな。ハチワレちゃんかわいいな。出てくるよね必ず。はい、さあ続きましてこちら、銅かけるチャトラ出ました。チャトラン、いやこれも必ず入ってくる。もうフォルムすごくないですか、造形。これは欲しい、かわいいな。さあ続きましてこちら、青銅色かける白、いいね。青銅色欲しい、渋いなあ。これなんでこの色あんだろう、かっこよ。白だって、あ、もうまさにミイラにぴったりの色。さあそして最後はこちら、象牙色かな、色、色、象牙色かけるグレー、うわー欲しい。俺はもう毎回猫のガチャあるって言うんだけどね、グレーの猫好きなのよ、もうとにかく。だからこの象牙もいいなあ、汚しの感じ、いやこれ欲しい。はい、さあ以上の全5種類を今回はですね、5回だけガチャってまいりました。それでは行きましょう。まずは1本目、バカリー、こちらがミニブックになっております。めちゃくちゃ綺麗、カラーで印刷、見てこれ、ラインナップもしっかり、ゴールドミケでしょ、これシルバー8割、銅でチャトラで、青銅色で白、そして象牙色でグレー、めちゃくちゃ綺麗な印刷で。1本目は銅とチャトラー、いい、これ見て、良くないですか、これ見て、こうちゃんと。でこのケース開きます、もちろんこれね、あれ開くの、開く、あ、え、どうやって開くの、え、怖い、あ、開いた、開いた、ガガ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 ガ、入ってまーす。ちゃんと入って、そしてさらにこれなんと、見てください、猫ちゃん出てきちゃいました。これ裏まで細かくほらできてます。ちゃんと包帯も、足の裏肉球ちゃんとある、かわいい、うわー、ちゃんと包帯しっかり巻かれて、かわいい、めちゃくちゃかわいい、よくできてるなこれ。このフィギュア、めちゃくちゃ、このフィギュア自体のクオリティめっちゃ高いんですよ。これですからね、これ。このケースがまたいいしょ、ほら。ちゃんとここに、ちゃんとはまる。ほら。いや、いいね、これ。これ。で、ここにパカッと。あ、いいですね。収まりました。めちゃくちゃよくできてます。続きまして、2本目。バカリー。
銀かける8割。いい、見てください、造形、用紙の感じとか、これめちゃくちゃいいじゃないですか。後ろこんな感じ、感じです、めちゃくちゃいいっすね。じゃあ開けてみましょう。オープンでうわよくできてますねこれ本当に。え、これ8割ですよね。ほらもうね、このね、あ、肉球もちゃんとチェック、このねフィギュアのねクオリティ、この包帯の感じとか色の付き方めちゃくちゃ、そしてなんかちょっと何この顔、説明顔してるな、かわいい、めちゃくちゃかわいいっすね。続きまして3本目、バカリー金かけるミケ、いい、渋いな、ゴールドかっこいい、いやこれも用紙の感じいいよね、これほらすごいよこれ作りで、ここもちろんオープン。さあミケさん、ミケさん、このこのなんかちょっと切ない顔してない、な、何この切ない顔、いい、ほらよく出てこーい、うわこのねフィギュアのこの質感がいいんだよね、めちゃくちゃ触ってほしい、これよくて、ああ、はい、肉球もちゃんとね、めちゃくちゃいいよこれミケ、目がつぶ、かわいくない、ほらこんな感じです、包帯もしっかり巻かれてます。さあ続きまして4本目、バカリー、4本目は象牙色かけるグレー、いやこれ一番欲しいと言っても過言ではなかった、これすっごくね、渋、汚しすっげーいい、これはいい。そしてオープン、グレーよ出てこい、バカリー出てきた、グレー、いいでしょこれほらね、めちゃくちゃいいよこれ、かわいい、どいつもこいつもかわいすぎ、出てきた時にひょっとした顔、開けるのって顔がいいよね、かわいい、開けるの、え、嘘、開いたみたいな、かわいい、ほらこのミイラの感じかわいいな、これ取れるの、取れるじゃん、首変えられるじゃん、いろんなんできるじゃん、これびっくりした、取れるんすね、あ、取れるんすね、びっくりしたよ、何よこれすげえいいじゃん。あ、さあというわけで5種類中4種類ということで、リーチ、リーチ、ストレートでリーチ、やばすげえいいでしょこれ、めちゃくちゃいいよね、いや残るは青銅色。さあ最後です、5本目、バカリー、どうかけるチャトラー、いや惜しい、うわ青銅色出なかった、意外と惜しかったんですけどね、青銅色、いやこれもいいけどね、はい、どうかけるチャトラということになりましたよ本当に、ね、これ2個になったってことですけどね、ほらなんか2個あるといいね、なんか神秘的だね。さあというわけで、今回はですね、株式会社キタンクラブさんのミイラキャット、こちらやってまいりました。見てこれかわいいね、これ全部出しちゃった、さっきはね、全部ね、こちらケースの方で行ったんですけど、今回全部出しました、かわいすぎて、なんかひょうひょう、どうしたって顔してるんだけど、まあめちゃくちゃよくできてるんで、皆さんこれね、かわいいんでやってみてください。さあというわけで、この動画少しでも良かったな、役に立ったなと思っていただいた方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネル変わらんと川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。いや、かわいいな、これ。Oh, yeah.